で、あとマスクはそう今日レッスンがあったんですけど、ちょっといろいろカメラとかもあったので、なんかメイクをしないといけなかったんですけど、マスクをするので、そのマスクの下の何ですか、目から下はメイクあんましてないので、ちょっと今日はひどい顔なので隠させていただくんですけど、ちょっとボサボサだし、ちょっと直すね。なんでって思うかもしれないんですけど、気にしないでください。はい。本当にボサボサやばい。で、今日はそうプレゼント開封をしていきたいと思います。そう、あの誕生日だったので9月21日は、そう、それでいただいたプレゼントを開封していこうと思うんですけど、見てないんですよ中を。なのでもしかしたら手紙とかをねちょっと読まないようにするんですけど、そう言ってたので、そうなかなか配信できなくて、そもそもなので、てか、あの受け取れてないものもあると思うんですけど、とりあえずやりたいなって思いました思いましたので、はい、でいこうと思います。とりあえず1000人集まったら始めようかな。いや、皆さんたくさんありがとうございます。とっても嬉しいです。水の愛理は水の愛理は本当に感謝です。ありがとうございます。なんか暗くない？暗いよね。そうなので楽しみですね。てか久しぶりに配信をします。皆さん元気でしたでしょうか？いかがお過ごしですか？あ、もうすぐ1000人になる。あ、嘘、まだちょっと始めない。ツイッターにし、ちょっと待ってね、書く。よし、やばい、メイク取れたんだが、だがみんな拡散して、拡散、アイが配信してるよって、拡散してください。なんか送ってくれた人がとりあえず見てほしいんだよな。ね、トーク会に向けてモチベーション、あ、そう、トーク会は10月31日と11月1日にあるので、もう券がね、もう購入してる方じゃないと来れないんですけど、そうですね、なんですけど愛知県以外の方も今回は来れるようになってるので、券がある方はぜひ干さずに来ていただきたいので、ちょっとこのねこういう配信とかでモチベをそれぞれあげてもろてはい、っていう、まあね愛知県でにはなっちゃうんですけど、まあよかったらねみんな遠征もね視野に入れといていただきたいですね。そう、県がねないっていう悲しさと、そしてねこのさ自粛期間に好きになってくれた方とかもね、みんな来れるようにしてほしいなと思ったけど、また、まあ、いつか会えると思うし、ね、次のシングルとかもいろいろ控えてるので、そう、もう使っちゃった人もいないると思うんですけど、その帽子はキャスケット、そうです、キャスケットです。始めようかな、いつ始めよう、タイミングを逃した。始めるか、今日はパッてやってパッて終わらす。今何時、
18時だから20時には終わる予定。普通にすぐ終わると思うんですけど、雑談期間もちょっとしたいので、あのね、じゃあ始めます。イエーイ、開封の儀、開封の舞はん、よし、いや、やろうか。じゃあなんか見た感じぬいぐるみとかが多そうなんですよね。だからちょっとぬいぐるみをね、まずいきたいと思います。まずじゃん、これは絶対に UFO キャッチャーで撮りましたね。この方は開けます。もう見えてるもん。あ、もう見えてる。じゃん、わっ、かわいい、シナモン、かわいい、よしよし、シナモン。これ持って帰るのめっちゃ大変だったちなみに、これさ、お手紙とか何も入ってないから誰かわからないんだけど、ありがとうございます。イエイ、シナモンちゃん、シナモンくん、大好きなね、シナモンのぬいぐるみをいただきました。ありがとうございます。こんな感じでずんずんやってきます。多分すぐ終わる、本当に秒で終わるし、今あのさ、劇場公演の時にさ、いつもファンの人見に来たついでにプレゼントあげようとかしてくれたと思うんだけど、もうわざわざ現地に行く用事もないのに来て送ってくれたりとか、あと優勝でね、送ってくれたりとかしてくれて本当にありがたい。どうしよう、ちょっと一緒に置いてきますね。ここら辺、ここら辺置いとく。よし、ここら辺に、ここら辺に置いとく一旦。あー、録音しがないっていう、困った。どうしようかな、ぬいぐるみ行こう。絶対これもぬいぐるみっていうのがあるんで、見て、超でかい、大きいです。よし、待って、じゃん、あ、持ってる持ってる、2個目、ありがとうございます。これは枕、これもね、愛ね、自分でね、 UFO キャッチャーで撮ったんですけど、2個嬉しい。これでね、枕みたいな感じだよね、クッションみたいな、かわいいでしょ。イエーイ、ありがとうございます。あとでももう1個あんの、もう1個入ってる。待って、ちょっとリボン外すね。みんなシナモン送ってくれあ、じゃん、イエイ、シナモン。みんな UFO キャッチャーで多分取ってさ、そのまま持ってきてくれたんだろうな。じゃじゃん、シナモンのぬいぐるみパート3、かわいい。そう、見て、ちょっと星になってるの、耳がいつもと違う感じ、かわいいでしょ。大きいんですよね、これ。これも、あ、これは手紙入ってる。ちょっと待って、誰だろう。待って、手紙はさすがに見せれないけど、一旦誰か見るね。ふん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 、え、ありがとうございます。え、待って、超手紙さ、4枚も書いてくれてる、嬉しい、ありがとうございます。読むね、後で。手紙はね、読んでるのでね、ぜひね、送ってください。やはりの結構趣味の一つとして、手紙をその過去とかに、でも全部もちろん取ってあるんですけど、初期から。それをね、なんか今になって読み直すと、この時こんなことがあったんだとかすごい思い出すんですよ。だし、例えばアリがめちゃめちゃ悩んでる時期だったら、ファンの人がめっちゃその、何ですか、励ましの手紙をくれたりしてたから、あ、この時アリ病んでるなとかめっちゃね、わかるんですよ。だからちょっとこれは後で読ませていただきます。ありがとう、かわいい。待って、あのさ、置く場所がさ、どんどんなくなっていくから一回袋に戻す。手紙って
本名書いていいの？え、本名ぜひ書いてください。え、早いかなペース、どうしよう。そんな別にどうしよう、どんぐらいでいいんだろう。かわいいシナモン、ちょっと一回しまうね。一回しまいます。ありがとうございます。いいか、次じゃん、似たような袋のちっちゃいバージョン、これを開けます。マイメロン好き、マイメロンも好きじゃない。じゃん、あ、手紙ついてる、ありがとう。開けまーす。どうやって開けるんだ。開いた。え、なにこれ、待って、全くわかんないんだけど、なんか硬い。あ、なんかクリアバッグみたいなやつかな。これどこの？777777って書いてある。え、嬉しい。何これ？どうやって使うのこれ？待って、値札ついてんだけどさ、高っ。高っとか言って。これで、え、すごい。待って。ポシェット的な？え、すごいおしゃれじゃん。超おしゃれじゃん。え、なんか取れた。どうやってやるのこれ、ちょっと分からん。ちょっと後でやろうかな。これ紐調節できるんだね。なるほど。え、これ合ってるかな。合ってると見た。え、なんか取れるんだけどねえ、取れるんだけど、ちょっと待って、どうやってやるのこれ。取れるよ、取れるんだが、ちょっと分からん、ちょっと分かんないけど、とりあえずこれつけるらしい。つけてみるね。え、すごい、なんか流行ってますよね、こういうの。クリアケースみたいな、クリアポーチみたいなやつって。持ってなかったから嬉しい。使う。え、嬉しい。なんかあれちっちゃいバッグ持たないからさ、あんまりこういうの持ってないから嬉しい。見て、じゃん、ありがとう。手紙もありがとう。今見てる。プレゼントはあえてシースルーじゃないタイプ、あれシースルーじゃないタイプって言ってた、あれシースルーとか言ってたよね。ね、嬉しい、ありがとう。ありがとうね。なんかすごい、なんかさ、みんながさ選んでアジのためにくれたっていうのが嬉しいですよね。だってアイリーさ、なんか自分はアイドルの立場だけどさ、何あげたらいいか分かんないもん、自分だったら。すごい、ありがとう。しかもましてやさ、男の人がさ、女の子のアイドルにさ何をあげたらいいかなんて絶対分かんないじゃん。だからさ、なんか試行錯誤してさ考えてくれたんだなって思うと嬉しい。次、じゃん、何これ。あ、あれだ、なめ猫の T シャツ、ありがとう。これ誰だ。手紙ありがとうございます。この、え、この人かな。なんかさ、袋全部一緒にさ入れてバンって、なんか大きい袋に入ってるから誰なのわかんなくて、え、すごい、なんかすごい、待って、めっちゃ見せたいんだけど
なんか筆でさ書いてあるの、じゃ見せないようにしますね。でも筆でなんか可愛らしいものはもうたくさんもらうでしょうから、こちらはパンチの効いた T シャツを送りますねって書いてあるんだけど、めっちゃパンチ効いてる、ありがとう。後でじっくり読みます。めっちゃおしゃれななんかさ字だった、筆筆で、ちょっと待って変な、よし、ありがとう。ってなるとこれ着るね、レッスン着にします。そう今レッスン着なくて困ってたのでレッスン着にします。次じゃん、なんかさこれ系の袋多いんだけど、みんな同じなのかな。それかさスタッフの人がさ変えてんのかな、袋わかんないけど、みんなこれ似てる、似てるだけで違う。あ待って、似てるだけで袋違うわ。あえ待って、青だからか。あなるほど、アイのサイレムカラーが青だからみんな青の袋にしてくれてるんだ。なるほど、えすごくない、みんなありがとう。だからみんな、なるほどね、似てるとか言っちゃったんだけどさ違ったわ。じゃん、何の T シャツ、じゃん、なんかおしゃれ、おしゃれ、おシャンティーじゃん、なにこれすごい、ありがとうございます。 T シャツです、 T シャツ、白 T、 白 T、 これもレッスン着にする、ありがとう。手紙はちょっと待ってね、確認させて、 誰なのかっていう確認をさせて。今のところね全員アーリーファンの人知ってる人だった。なんかくっついてる、え待って、なんかさえなんか感動なんだけど、何これすごい、折り紙入ってる、鶴ね、鶴入ってた、すごいね、手作り感あっていいですね、嬉しい、ありがとうございます。あれ鶴折れないの、え折り紙何も折れないから嬉しい。初めて鶴もらったんだけど、ファンの人に、やったー、ありがとうございます、素敵、超素敵。お手紙も読みますね。初めてお手紙をくれたらしい、ありがとうございます、嬉しい。よし、素敵な方でした、とってもあったかい、心があったかくなります。なんかさ袋もさなんかちょっと手作り感あるよね、なんか普通の手紙入れる感じとちょっと違う、なんかなんて言ったらいいんだろうこの生地。え嬉しい、ありがとう。 T シャツ着る、着ます、やったね。配信見てるかな、なんかあれさ急に始めたからさ申し訳ない、アーカイブどっかから拾ってください。拾ってみて、うん、来ます、ありがとう、すごいな。いやあれさずっとさもらってからさなんか公演もあんまなかったから受け取れなくて、この間受け取ったんですけど、ねちょっとレッスンが多くて最近配信ができないっていうなったんですけど、そうだからねあれずっと家でね帰ってきてね開けたいなって思ってたんだけど、やっぱ開けるなんかここでさ初めて見た方がさいいかなって思ってずっと開けないで我慢してたんですよ。よし次これでもねもう残り少ないですね、パッパパッパ行き過ぎたかも。なんかコメントも読もう、コメント勢置いてきぼりだね、ごめんなさい。なんか質問とかあったら、えなんかピンポン来たんだけど、
怖い怖い怖い、ピンポン来た。今家に誰もいないから怖いんだけど、大丈夫そう？よし、なんか質問とかあったら。なんかカラカラ言ってんの聞こえる？ねえ、ピンポン言ってる。どうするべき？これは。どうしよう。え、でもさ、なんかあるかもしれなくない？どうしよう。一回行ってきていい？一回行ってきていい？放置したらダメ？これ。一回一瞬行ってくる。帰ってきた。ママだった。ママでした。はあ、よかった。外で放置するとこ。ただいま。待って、あれさ、すぐさ、息切れしちゃうんだけど。びっくりした。レース、そう、ガムシした。ガムシ、よし。あ、携帯見つかった。そういえば、そうなんです。さっき、今の時代 GPS がね、あるんです。はあ、びっくりした。よし、開封しよう。じゃん。え、見て、めっちゃ可愛くない？あ、白飛びしちゃう。どうしたらいいの？シナモン。シナモンの何？何これ？え、待って、めっちゃ可愛い。見て見て。あー、シナモンだよ。え、何しに来たん？いいじゃん、別に。嫌だ。嫌だって言わんでよ。嫌だ。なんでだ。嫌、ね、だ、マジ無理。落ち着かん。何？取りに来た？え？取りに来たの？取り。親フラ。マジ親フラなんだけど。ね、気にしないで。親フラなんだけど、完全に。まあいいや。はい。見て、超かわいい。え、かわいくない？シナモンのさ、ネックレス。ビビアンじゃない？違う、シナモン。見て、かわいくない？もらった、ありがとうございます。かわいい。誕生日プレゼント？そう、開封配信してるの。かわいい。え、しかもさ、見て、ここ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 にもいんの。ね、やめて。ビビアンはてんてんてんってなってるから、ごめんなさい。違う。じゃあちょっとこう遠目から見たら目悪いから。かわいい、ありがとうございます。つけます。え、こんなんあるんだね、知らなかった。みんな嬉しい。みんなシナモンにしてくれるじゃん。見て、お手紙もシナモンだよ。見るね。お手紙後で見ます。手紙見よう。知ってる、知ってる人だよ、知ってる人。ネックレスですか。チェーンを交換してチャームとしても使えるのでバッグ。すごい。え、有能じゃん、有能じゃんとか言って。これバッグにも使えるらしい。わざわざそういう風にしてくれたんだって。優しい。優しい。
イエーイつけます。握手とかで、あ、握手ないんだけどつけますね。ありがとう、いつも知ってる人だった。このカーから言う音の正体はネックレスでした。もはやシナモン青イコールレフナイトイメージ。本当嬉しい。よし次次、今日はパッパッとやってパッパッと終わらせるんだ。ゆうかママも見たい。なんでもう終わるよ。終わるんだ、あとにして。いいよ、ちょっとお手紙いきます。じゃあ、待って、これ知ってる、深田しおりさんのさところのやつだよね。何も買った、見よう中を。え、待って、めっちゃ可愛い、見て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 、イヤリング可愛い、超おしゃれ、つけよう今、つけてみる、待って取れない、不器用太陽出てる。え、大きいね、めっちゃかわいいじゃん、やば、かわいい、どう似合いますか、似合いますか、どうですか、ちょマジボッソボソすぎない、ちょっとかわいい、見て超おしゃれ、かわいい、ありがとう。手紙は読みますね、誰か見る、うん知ってる人だ、ありがとう、メセカありがとうございます。なんかさ大人じゃない、え、そう左右一緒じゃないの、あえておしゃれだよね、そこが大人って感じじゃない、どうどう、やっぱ18歳の1年は大人になろうってことで、そう大人になりたいのでちょっと一回外すね。こんな感じでした、どう、かわいい、かわいいあ、そうみんなね揺れるものはねみんな好きと聞くので、イヤリング、そう、あれあんまねイヤリング持ってないんですよ実は、だから嬉しい、そう、そう大人の、大人でしょ、ちょっと大人っぽくない、これかわいい、ありがとう、めっちゃ綺麗、よし使わせていただきます。お手紙もありがとう、読むね、あ、そう時間ずれてるの時計の、次これいきます、重っ、なんか重っ、重い、これも水色ね、なんか青とか水色とかに袋してくれてるのにめちゃめちゃ優しさを感じたんだけど、ありがとうみんな、え、なにこれ、え、待って見て、アディダスのマスク、しかもめっちゃ値がついてる、え、すごい、え、アディダスのマスク初めて見た、ちょっと待って開けよう、見て、しかも3枚入りだよ、3枚入り、ちょっと今つけるね、どう、めっちゃでかいどう、アディダスのマスク、黒マスク
なかなか買えなかったやつなのこれ。どう？かっこいい、かっこいい。3枚入ってるよ。3枚、これ全部サイズ一緒なのかな。一緒っぽい。マスク、黒マスクでした。え、これ売り切れてたんだ。え、すごい。なんかよくさ、みんなゲットしたね。できるね、すごい。ありがとうございます、感謝。ちょっと今さ、メイクしてるからさ、メイクがさ、大丈夫かな、映る。嬉しい。あれね、黒マスクの布欲しかったんだよね。そう、最近そう、ピッタマスクとかもさ、もうなくてどうしようって思って普通のマスクにしたの今日。だから嬉しい、ありがとう、使います。で、あともう一個入ってるの、これ。なんだと思う？これ重い、これ重いの。ちなみにこれ何？何だと思う？重い。なんかやばい。待って、ぶっさ。とんでもないブスなんだが。食べ物？食べ物はね、送れないからね、ないんですよ。ないはず。開けます。なんかめっちゃ停電してる、なんかチカチカしてる。ねえ待って、まさかのさ、開けたらまた袋だった。待って、超おしゃれじゃん。よし、開けます。え、待って、開かない。ね、開かない。え、どうやって開けるの？ね、開かないんだけど。何？どうやって開くのこれ？ね、開けて。開かない。マトリオシカシステム。ね、開かなくない？ね、開かないよね。壊れちゃいそうだね。ね、開かない。ちょっと自分怪力すぎてぶち壊しそうだから、ちょっと開けて。あ、破れちゃう。だよね。それで。行かして。あ、行けそう。破れちゃった。あ、そこから行く。行って。破れちゃった。ごめんなさい。ちょっと壊すね。箱。うわ、待って、なにこれ。すごい。超綺麗じゃん。なにこれ。すごい綺麗。青だ、しかも。アイリのカラー。うわ、出た。これさ、あれだよね、流行ってるやつ、なんかおしゃれなやつだよね。部屋きれいにしないとね。ハーバリウム聞いてる。うん、おしゃれなの置いてもね。え、すごい、見て。部屋汚いとどうしようもないからね。ハーバリウム、すごい。初めてもらった、こんな大きいの。え、すごい、水？何これ、すごい、かわいい。飾ります、ありがとうございます。もう思い正体はこれでした。おしゃれ、ちょっとおしゃれに飾ります、いい感じに。あれ、なんか入んない。待って、逆かも。かわいい。ちょっと待って、一回さ、これ一回置いとくね。ちょっと入んない。で、お手紙もいただきました、ありがとう。ちょっと待って、なんかチカチカする、すごい。一回切っていい？一回切るね。あ、見てね、手紙見えるね。うわ、待って、めっちゃ久しぶりにこんな大きくてさ、たくさんある手紙見たんだけど、すごい。
パソコンでね売ってくれて、すごい写真も載ってます。嬉しい、ありがとう。知ってる人だった、ありがとう。いつもよし、ありがとう。このなんとかリウムとのマスク、アディダスの使います、ありがとう。あ、待って、なんかまだ1個入ってた手紙、もう1個入ってた。わっ、こういう系ね、見てかわいい。ちょっと隠す名前は、ありがとう。ねえ、ハーバリウムおしゃんじゃない？めっちゃおしゃん、ハーバリウムハーバリウム、ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい。これでアイのお部屋がおしゃれになるよ、みんなのおかげでみんなのおかげでアイの部屋がシナモンとになるし、おしゃれになる。よし、次、じゃん。これはもう見たことありますね、ここのロゴは。あ、これちょっとミス、ミルクって書いてある。開けよう、開けます。待って、今何時？あ、待って、もうちょっとパンパン開けますね。何？なんだこれは、お洋服かな。革、え、待って、革じゃない？ちょっとこれ、じゃん、わっ、見て、何これ、ロンティ、ロンティっていうのこれ。後ろね、リボンで結べるみたいです。かわいい、嬉しい。ミント、ミントみたいな、ミントみたいな色のやつ、すごくない？超かわいくない？てかめっちゃ生地がいいんだけど、なんかガーゼみたい、ちょっとラブリー系のやつ。ありがとうございます、着ます。おしゃれな音多いな、それな、それな、みんなアリと同年代みたい、本当にセンス、センス、ガーゼいいのか、え、なんて言ってんの、ガーゼってさ気持ちいいじゃん、肌触り、まあ、そんな感じってこと、ニュアンス的には。手紙、お手紙、待って、お手紙、お手紙、やっぱ手紙、え、待って、分厚い、めっちゃ分厚い。あー、そういう感じね、見て、毎日頑張っているあなたに、のんびり過ごせるでしょう、笑顔が輝いているでしょう、お疲れ様でしょう、とっても素敵でしょう、夢が叶うでしょう、頼りになるでしょう、美味しいものを食べられるでしょう、きっといいことあるでしょう、一緒にいると楽しいでしょう。いいね、かわいい、ありがとうございます。と、あともう一個、あ、これはちょっと見せれない、ジュエルキャンディーイコールキャンディーのような宝石、お店の人にジュエルキャンディーの意味を聞いたら、キャンディーの包みを開けたら宝石だったみたいなことを言ってましたらしいです。ありがとうございます、めっちゃ手込んでない、すごい、ありがとう、来ます、嬉しい、ミルク、ありがとう。よし、次、あ、まさかのミルクまた開封します。これは、え、待ってね、パンフレット入ってんだけどミルクのあのカタログ入ってんだけど、これで新しいプリン、待って、いっぱい入ってる、ちなみに、待って、まあみんなこんなお高いものをありがとうございます、本当に。じゃん、待って、最高じゃない、これからの季節ね、ママ飛び始めて、待って、誰もらんや、いや、とりあえず飛び始めといて、待って、めっちゃ可愛くない？いや、可愛くない？これからの季節に超いいと思います。袖がね、
も可愛くなってます。大人っぽい。え、ミルク。ミルク可愛いね。可愛い。言ったと思う。待って、違ったらあれ。あ、そうです、そうです、違ったらありがとう。あともう一個入ってんの。これと一緒に着てほしいってことかな、なのかな。これ違う人もしや。ちょっと待って、一回手紙を見るね。一回手紙を見る。あ、待って、同じ人だ、さっきと。え、すごい、見てこの切り絵みたいになってる。なんか書いてあるかなと思ったら書いてなかった切り絵みたいな、すごい。ハッピーハロウィンって書いてある。ハロウィンの？ハロウィン用？グリーンフラッシュを 7D2 で聞いてみたいと思うのです。水野愛理さんのハッピーハロウィン、本当はタンプレのやり直しって書いてある。え、なんでやり直し？全然めちゃめちゃ嬉しいんだけど。嬉しい。あ、じゃあ2個くれたんだ、ありがとうございます。本当にめちゃめちゃお金がかかるのにありがとうございます。すごいね、ありがとう。てかミルクを選んでくるのもね、センスがいいしね、センスが良すぎる。センスが良くないらしい。で、多分これはまた別の人ですね。じゃん、なんだこれは。あ、カーディガン。え、ん、でもなさそう。あ、こういうやつか、こういうやつ、こういうやつ。これなんていうの、こういうの、こういうのってなんていうんですか。こうリボン出すのかな。え、なんか出しちゃった。待って、なんか引っ張ったあ、なるほどなるほど、こういうやつね。ありがとう、ピンクの、ピンクのやつ。これな、どういうのに着ればいいの。なんか、なんかキャミソールみたいなの着てる。あ、ね、なるほど、ありがとう。てかめっちゃ生地いい、これも超さ、なんかあのタオルみたいな、なんて言ったらいいの、これ何て言ったらいいの、めっちゃいい生地、超気持ちいいやつ、ありがとう嬉しい。着ます、またね、着たやつ写真載せます。これは、え、全部勝ち。え、てか色も超可愛くないですか。今着ないの。今は全部着ることになるからいい。誰だ、少なってきた誕生日、あ、知ってる人だ、ありがとう。知ってる人でした。センスいいね、ピンク、ピンク紫っぽい感じ。これってでもさ、秋だしさ、今からでも着れるよね。来ます。待って、可愛くない、知ってる人だった。愛理の認知、羨ましいです。あなたでしょ、さらしていくスタイル、あなたよ。ねえ、君よ、ちょっと一回さ、これさ、ちょっと待って、一回片付けして、ちょっと一旦置くね。ありがとう、お手紙も読みます、後でちゃんと。さあ、何を開けようかな次は。あ、ね、これ、これね、ちょっと今から開けるんだけど、これなんかリンカタンとお揃いらしい。どうやらなんかリンカタンにも同じのが着てたらしくて、セットアップで。そう、ありがとうございます。これはアイリンカで着たいと思います。じゃん、来ます。何でも合わせられるくない、これ、こういうやつ。双子コーデで写真撮ってほしい。確かに双子コーデだよね。なんかさ、反省めっちゃする。黒の、なんて言ったらいいの、これ、ニットみたいな、ニットじゃない、これなんて言うんだっけ、こういうの、こういうのこういうの、ありがとうちょっとなんて言うのか分かんなかった。で、これね、かわいい、かわいい、スカート、スカートと
上が、え、待って、あれこういうのめっちゃ欲しかったんだけど、こういうセットアップのやつ、こういう上着を多分だから全部フルでくれた。なんかコーディネートまで考えて送ってくれた。これにこれをにこれを着て欲しいみたいです。ありがとう、嬉しい。着ます、これも。ね、みんな考えてない？超考えてる。ジャケット風って言うんですか、こういうの。羽織る感じね。ちょっと大人じゃない？いつもの感じと比べたら。これはちょっとアイリンカとお揃いなようなので、どうやら。え、まず誰がくれたんだろう。手紙見ます、一旦。リンカタのファンかな。お手紙一つ入ってる。え、超嬉しい。コロナの自粛期間に動画を見て気になりだしたファンの一人でした。ってねえ、ほら、やっぱさ、てかさ、なんかすごくない？自粛期間に気になって好きになってくれて、プレゼントまで送ってくれるっていう、この優しさ、素晴らしい。ありがとうございます。え、リンカタンとお揃いですとか別に何も書いてなかったんだけどさ、でもなんか同じだった。そう、昨日ね、その話になったんです。そういえばなんかアリがプレゼントを持って帰るときに気づいて、リンカタンがえ、待って、みたいな、それ私はもらった、みたいな言ってたから、お揃いなのかなって思ってたんだけど、別に何も書いてなかった。TikTok で好きになった。え、確かに。でもなんか最近アイリンカでなんか TikTok を撮ってから、なんかいろんな女の子のね方が、女性がなんかインスタとかツイッターとか見てくれるようになったんですよ。なので TikTok は依頼かもしれない。次、え、どうしよう、どっちにしようかな。箱サイズは残すとか見えないから。続いてはこちら。これは最後かな。最後です、あっという間に。あ、違う、嘘、次でラスト。じゃん、なにこれ、すごい、見て、待って、あれこんなの持ってない、すごい。これからの冬とかに履けそうなスカートですね。え、かわいい。どこのこれ、ダズリンだ。かわいい。ちょっと大人っぽくない？ブランケットじゃない、スカートです。で、もう一個あんの。もう一個あって、多分キットアップなんだと思う。アリちゃん、18歳の誕生日おめでとう。誕生日プレゼントで服を送ります。18歳が素敵な人になりますようにって言ってさ、名前隠すんだけど、見て、シナモンシナモン発見した。やばい、やっぱさ、アリ18歳は大人になりたいですみたいなことを言ってたから、みんなちょっと大人っぽい服を送ってくれた気がする、今年は。じゃん。え、もうこれ完全冬じゃん。もうこれ今めっちゃ寒くなってきてるから、もう着たいんだけど、早いかな。めっちゃ可愛い、見て、この何ですか、この冬特有のこういう感じの首のになってるやつ、あったかそう。で、多分これにこれを履くんだと思う。なんかゆまなさんとかめっちゃ着てそう、こういうの。あ、そうそう、タートルネック、タートルネックっていうやつ。もう無地すぎない？やばい。これも可愛いですね、ありがとうございます。しかも何がいいって、ちょっと大きめのオーバーサイズ気味なのが、この袖とかね、絶対可愛いじゃんってやつ。
対に可愛くないわけがないやつをいただきました。ありがとうございます。これは手紙が入っていませんまさかの あった、あ、そうだそうだそうだ、このシナモンのシナモンのやつに書いてくれた方、名前はちょっと伏せますが、ありがとうございます。どこが好きなやつ、え、そうなんですか、こういうのは、こういうのは好きなの、あ、そう、おへそでもできちゃうっていう優れもの。じゃあ最後、最後いきます。最後、最後はねえなんか喋ってんだけど、最後ね、これ最後、なんか箱なんだよね、箱、あ、なるほど、そういう感じね。え、すごくない、待って、これって新しいやつ、もしかしてディズニーのプレゼントをさ送ってくれたのかな、あの新しいやつ、すごい、見て、美術野獣の付箋、すごくない、これ多分ディズニーで売ってるやつだよね、新しいやつかな、かわいい。あとまだあって、傘、美術野獣の傘、これは UV って書いてるから日傘だ、あ、違う、雨の日もいいんだね、いいかな、ね、かわいい、ありがとうございます、嬉しい。あとね、まだあんの、多分美女と野獣尽くし、じゃん、あ、ダッフィーのリュック、これダッフィーのぬいぐるみにしわすリュック、すごいディズニーのさ、ディズニー攻め、これなんかいっぱい入りそう、ものが、え、すごい、超かわいい、ありがとうございます。あとまだあって、まだあって、じゃあ美女と野獣のタオル、すごくない、なんかさ、あれディズニー普通に行こうとしてたんだけど、買いに、買わなくていいじゃん、もう嬉しい、ありがとうございます。かわいい、ディズニー行ったのかな、なんか一通り買ってくれた嬉しい。あとね、じゃん、美女と野獣のシュシュ、やはり髪をね長くしたので、そう、最近ポニーテールとかも一緒に中にしてるんですよ、だから結びたいと思います。え、美女と野獣推し、この方はまさか、そしてあ、ここに来てアリエルここに来てまさかのアリエルの携帯のあの裏に貼るさ、スマホリングです。嬉しい、アリはディズニープリンセスの中でアリエルが好きなので嬉しいです、ありがとうございます。待って、アリさ、前髪が日に日にオイリーになってる気がするんだけど、ちょっと一回研がして研ぐね。でも誰だ、なんかレッスンでさ汗かいたからさ、よくない。ここに来てアリエル、しかもあの、水でキラキラになる系、嬉しい。なんかディズニーが好きなのかな。最後はなんかプチプチに入ってんの、うわ、これあれじゃん、絶対マグカップですね。待って、超かわいい、見て、マグカップっていうの、何これ、あ、蓋がついてる、何これ、容器容器、電子レンジ OK、 食器洗い OK って書いてあるから、多分これになんか入れるんかな、かわいい、見て、超、あ、紅茶とか飲むやつ、超豪華、ありがとうございます、いただきます。これで朝を過ごしたいと思います、優雅な。では枠で、お手紙すごい、すごい、あ、知ってる人な、見て飛び出してくる感じの、ハッピーバースデーって書いてある、ありがとうございます。え、今さ、あ、よかった、住所見えたかと思って、
で、茶碗蒸しとか入れるやつかな。嬉しい、ありがとう。これであればもうディズニーに行って何も買わなくてもいいし、しかも何があって、あれ日傘がなくてずっとおばあちゃんの借りてたんですよ。だからこれでもう日傘は大丈夫じゃん、最高。いや、日傘欲しいって書いたっけ、どっかに書いたっけ。すごい、ありがとう。しかもあれなんですよ、ディズニーの美女と野獣の新しいグッズは、そのグッズを買うのに予約がいるんですよ。行っても、現地に行ったとしても予約してなかったら買えないので嬉しい。タオルは嬉しいね。タオルはもうこれレッスンの時に使うでしょ。いや、あれびっくりしたの、個人的に。これめっちゃ可愛くないですか、付箋。なんか今の技術すごくない、花びらチークみたい、かわいい。ありがとうございます。これもこれはちょっと使えないな、かわいくて。で、あとダフィーのぬいぐるみに、うちいっぱいダフィーがいるのでダフィーのぬいぐるみに背負わせます。これでね、ディズニー行ってダフィーに背負わせて一緒に歩く、もう完璧、見えてるって感じですね。はい、そしてもう一個紹介したいのがあってですね、じゃん、見て、あ、これはファンの生誕委員の方かな、わかんないんだけど、これ水野愛理ファン一同って書いてあるんだけど、お花をねくださったんですけど、シナモンになってるんですよ。超可愛くない、安定のめぐみ子さんでね、やばくない、超かわいい、シナモンです。ありがとう、多分たくさん考えてこれにしてくれたんだと思う。ありがとうございます、かわいい、超嬉しい。あれめっちゃこれ嬉しくて、なんかいろんなメンバーとかに自慢した。ね、見てシナモンになってるのって言って、超嬉しかったっていうのと、もう一個ありまして、これね、ご生誕のメッセージのボード、まあ、今年はさ生誕祭ができなかったんですけど、こうやってメッセージカードを集めてね、しかも見てめっちゃ可愛くない、このちょっと待って、リングライトが光ってるんだけど、え、イラストもめっちゃ可愛い、似てない、似てると思う、ショートカットの時の自分に。たくさんメッセージも入れてありがとうございます、皆さんすごく嬉しかったです。これ全部見ました、ちゃんとメッセージ全員分、めっちゃ嬉しい、ありがとう、かわいい、超絶かわいい、このイラストめっちゃ好き、超気に入ってる、もう超バカ使ってる、かわいい。でも K2 ですしってポーズしてて、で K2 の衣装着てますね、ドラマシンガンの。嬉しい、ありがとう。いや感動だな。まあ今年はね生誕祭もやりたかったけど、まあコロナのね時期だったので、まあ、できないんですけど、こうやってみんながこうやってね愛のためだけにこうやって集めて生態とか、もうこの花のねシナモンもそうだけど、いや本当に本当に感謝感謝という感じで、ありがとうございます。本当にこれ誰が書いてくれたんだろう、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとうございました。じゃん、もう一回見せとこ、自慢。かわいいでしょ、自慢自慢、かわいい、はいって感じです。素敵なプレゼント開封ですね。そうですね、本当に超かわいい、プレゼントとかいっぱいくださって、皆さんもうちょっと見えないでしょ、なんかイラスト見せたい、あ、かわいい、ありがとうございました。本当にということで急遽の配信にはなったんですが、
皆さん来てくださって、見に来てくださってありがとうございます。どのプレゼントも全部全部すごい可愛くて全部使いたいと思います。手紙も後で全部読ませていただくので、またまた違う、またじゃない、はい、ということで、すごく素敵なプレゼント開封でした。全部来ますちゃんと、ありがとうございます。ということで、どうしよう、雑談を10分ぐらいして、あ、そうですね、10分ぐらいして終わりたいと思います。なんか質問とか募集したいと思うので受付中、あ、確かに、あのでもプレゼントでも年中無休にあの募集してるので手紙とすごい嬉しい、ありがとうございます。かわいい、ちょっと片付けなきゃ、部屋がもうすごいことになってる今18歳もね頑張りたいと思います。まだ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 頑張ります。それより前の前髪がすごいことになってるの気になる。レッスンは大変、レッスンは、まあ、最近はめちゃめちゃ大変ですね。いや本当にレッスンが多くていろんなことがねあって、歌唱力アイリ出るかと思いました。いやアイリ本当に下手くそだから出れない。ご機嫌のアイリが強いから、本当に、いやみんな本当にありがとうございます。18歳はどんな1年でした。18歳は大人になりたいプレゼント開封配信の様子をツイートしてきました。あ、そう、みんなツイートするときはあの漏れてないのは本当にやめてくださいよろしく。今野さんに会いました。あ、今野さんはたまたまこの間会いました。なんかお買い物してたらいて、で一緒に遊びましたそのままそう、嬉しい。昨日久しぶりに映画館行った、ポップコーン美味しかった。ポップコーンはバターが一番好きです、ちなみに塩バターが一番美味しい。キャラメルはちょっとくどくなるからあんまり好きじゃないんですけど、いつも漏れて、いや漏れないです。友人に遊びに行ったらプレゼントの手紙、いやありがとうございます本当に。キャラメルはね甘い。ちょっと8人公演どんな感じか楽しみです。8人公演はなんか所詮さ2人増えるだけじゃんと思いがちじゃないですか。もうポジションとか もうすごい違うんですよ。あの変わるとかじゃなくて、もうすごい立ち位置がまたね、もう2人増えるだけで変わったのであのちょっと頑張ります、頑張ります本当に。バター醤油もして、え、あれバター醤油あんま好きじゃなくて、醤油味のポップコーンあんま好きじゃないんですよ。今までで嬉しいけど困ったプレゼント、自分の生写真かな。1年だと見せ方が変わりそう。それはそう、ユニットあるよね。それはちょっとわからないですね。あいちゃんの寄せは好き、休みまーすってとこ、あれ楽しい言うの。でも6人公演なんだかんだめちゃめちゃ好きだったんですよね。やばい目がおかしい、ずっとなんか明るいライト見てるから。暑すぎてこの部屋がもう汗ずっとかいてる。アクスタの新商品のあえて、アクスタない、え、わかんない、自分たちもグッズのこと把握してないから知らないの。てかもう終わろう、てかもう終わろうとか言って、急に終わる。開封配信終わったし、ちょっと今日アイリーめちゃめちゃね寝不足だったので、今日朝早くてちょっと早く寝る準備をしたいと思います。なんかめっちゃ髪の毛絡まってるんですが、一回ほどいていい？
総選挙投票あるね。え、何総選挙投票って、え、何総選挙投票とは。総選挙投票とは、待って、みんな配信ありがとう配信終わらせないでよ、配信を終わらせないでよ。とは総選挙、あ、普通の選挙ね、びっくりしたね、びっくりしたんだけどねえ、怖かった、びっくりしたなるほどなるほど、そうだよね。でも普通に一般的にはさ、選挙って言われたらさ、総選挙、選抜総選挙のことじゃない方が浮かぶよね、普通の人はびっくりした一瞬脳が止まってた、僕も。いや、止まった、止まったよ今止まったよ、びっくりした、よかった。びっくりした、やめてやめてやめて。でもさ、選抜総選挙もね、やってないもんね、びっくりした、ちょっと本当に。てかもう終わろう。はい、ということで皆さん付き合っていただいてありがとうございました。ということで、また配信をしたいと思います。バイ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 、みんなありがとうございました。バイバーイ。